はい、今回ブルーウェーブです。まあ、アズルレンっぽいやつですよね。はい、よし、もう自動でやっています。2倍でやってますね。いやー、これよくできてるな。マジでよくできるわ。よし、カットスキップ。ちょっと音が一番楽だと思いますね。改めまして、今回はブルーウォーですね、こちらの紹介をしていきます。ちゃちゃっとまずは戦闘やってみますか。14か14、まあアズルレンみたいな感じですよね。チルノがこんな感じ。あ、全部最初から分かってるのは嬉しいですね。チル、戦艦等が最初から分かっています。最速した人とかのタイムとかもありますね。26秒か。まあ、6分以内ですね。まあ手動もできるんですが、自動でやっていきます。この近距離とか遠距離とか当たる範囲以内に入らないといけない、結構操作必要になりますので、この左側の舵で操作するんですが、まあ自動でいいかなって感じですかね。あ、やばいやばい、自動になってなかった。これは先からいるキャラですね。これはガチャで出たんですが、今2倍速でやってますね。1倍速でしますか。食らってるな。これクリアしたかな。あ、落ちた。みんなより少しうまくできました。やっぱり嬉しいです。よ、ボス。 SR 落ちましたね。重要、重巡洋艦。うちは姉妹2人だけだから覚えやすいっしょ。舰队布局战术啦，点击开启战术面板，拖动战术图标，
给舰队配置一个阵。やることたくさんあるな。やれることがたくさんあるんですよね。まあ、この辺で、デッキを作れますし。点击查看战机的技能，消耗技能教材，可以提升技。図鑑ですね。今のところ66種類ですね。さっきのこれか。まあ、耐久防空とかもいろいろわかりますし、資料。ここで声が誰がやってるかとか、今のところ獲得した声が聞けるようになってます。私はポートランド。よろしく。やせに。まだまだ逃がすか。一発で仕留めてやる。怖。こいつがかなりやばい。声がかなりやばいですね。私は従順よ。獣様は私に何も要求してくださらないのですね。なんで獣様なんだろうか。そうですね、あったんだろうな。ガチャやっときますか。ガチャはここで、こちらか。2日目でこのキャラがもらえてログインですね。7日でこのキャラがもらえます。任務か。ガチャは、か。装備ガチャと普通の戦艦ガチャで今9枚しかないのか。10枚あれば確定1個来るんですが、まあやってしまいますかね。これ限定アップ。こんにちはご主人様。あるか。SR キャラ。はじめまして、指揮官。従順洋艦のノーフォーク、ただいま到着しました。こんにちは、指揮官さん。私はカレイジャス級航空母艦フューリアス。まあ、図面みたいに、まあ、回帰回ってれば全部ドロップするんですかね。ちょっとその辺わかりません。お、SR もう一個来た。はじめまして、指揮官閣下。ノーフォーク従順洋艦の2番艦、ドーセットシャーです。遠距離護衛や長期吸収任務はお任せください。世界のどこの海であろうと守ってみせます。あと SSR だけだよな。5回。お、また SR か。結構当たるのはやっぱ始めたばっかだし。総流型航空母艦2番艦。お、じゃあ、航空母艦。指揮官殿。姉が指揮官殿にご迷惑をおかけしたら、拙者にお教えください。二度としないよう、責任を持って。お兄さん、N キャラか。こんにちは、指揮官さん。私はカレイジャス級。あと2回。
ごきげんよう指揮官。私は航空母艦カレージャス。勇敢。三姉妹の長女よ。最近の新人たちは空母は敵から離れているべきだなんて言えちゃうのね。そんな育児なし、しっかり叩き直してやらなくちゃい。じゃあラストいきます。指揮官、どっかで見たような。ねえねえ、お姉ちゃんはもういる？妹ちゃんたちは？会いたい会いたい。でここがまあデッキですよね。3Dで。戦争が辛いことであるのは言うまでかっか。そのようなハレンチな行為はご自身の名誉を下げかねません。日頃から一挙手一投足までご注意願います。じゃあ変えますか。どれにしますかね。先ほど出た SR が。おかえりなさい指揮官。皆さんに指示をお願いします。おお、よしよし。すごいね。これ妹と指揮官が二人きりになった時、いつもすごく不安になるわ。あの子は素直で流されやすいし、万が一指揮官に…ダメ、そうなる前に教育を強化しなくちゃ。おかえりなさい指揮官。お部屋はきれいにしておきましたから、お仕事頑張ってくださいね。93式魚雷ですか。とても強力と聞きますが。あとはそうですね、そうなんですって。4万円もするのですか。今すぐ。まあいろいろ派遣とかもいろいろあるんですけれども、よく見ますか。経験値上がるとこうですね。どれを入れますか。これを入れていきますか。と SR はこの辺かな。国までか。ちょっと暑くないですか。のぼせるまでずっと湯船に浸かり続けるということですか。なんて。まだまだ全然中身、そうですね、内容分かってませんが、3D で動くのはかなり面白いですね。はい、以上ブルーウォーズでした。今時の若者と来たら子供の悪ふざけをほったらかしにしてはいけませんわ。甘やかすのと可愛がるのは違いますから。